ルです。今日はですね、久しぶりに考察動画を届けたいと思います。最近私ですね、もののけ姫を見に行ってきました。ジブリの大ヒット作を生み出すきっかけとなったのがもののけ姫と言っても過言がないと言われております。私もののけ姫がすごくトラウマだったんですよ。たたり神が最初に出てくるシーンがあるんですけど、私すごいたたり神がとても苦手でして、でもちょっとトラウマを回避ということで行ってみたところすっごい感動したの。まあそれはね、しっかり見ていただきたいと思いますが、今日は何かというと、ちょっとこれツッコミ満載だなって思ったところもあるんで、それをちょっと紹介したいと思います。題して主人公のアシタカ実は3回死んでいる説です。かなり自己解釈がありますので、そちらはお許しください。アシタカといえば主人公で、人だと離れた森、深い森のところに住んでた村がありまして、そこの次期長となる少年がアシタカになるんですが、アシタカの村をいきなりたたり神が襲うとこから物語が始まります。アシタカは村を守るためにたたり神の呪いを受け、村を出ることを余儀なくされました。そして旅をする中で出会ったサンというね、山犬とともに森で生活するサンという美しい女性を見て虜になったのと同時に、そこから神々と人間との戦いに巻き込まれていくっていう話なんですけど、アシタカはたたり神の呪いを受けたことでもうほぼスタート、もちろんその呪いは骨の髄まで最終的に蝕んで、自分の体をも蝕み、死ぬっていう、死に至らせめるってすっごい悪い呪いなんですけど、憎しみとか怒りとかによって作られた呪いなんで相当痛いんですけど、それがめちゃくちゃね、感情の起伏によって力が増強されて、例えば矢を放ったりする時にめっちゃね、敵の頭とかパーンって飛んだりとか、手パーンってなったりとかするんですね。人外的な力を一時に得てる状態です。なのでちょっと普通の人の死に方では早々で死なないっていう設定ではあるんですけど、これはおかしいやろっていうのが結構ツッコミ満載だったんで、ちょっと説明したいと思います。一つ目、赴いた先で人々と森の神々たちの戦いに巻き込まれていくんですが、そのキーパーソンとなるエボシという女性の長、その村の長と山犬で育ち、森の中で育ったサン、この2人が村の中で戦闘になるんですね、1回で。それをアシタカが止めまして、でそのサンをもらっていくっていうことで、村を出ようとする際にちょっとした事故で撃たれてしまうんですね、銃で。でその撃たれたところがまずおかしいまあバーンと撃たれますね。お腹でよかったんじゃないあれお腹だったらまだわかるっていうところなんですけど、あれ完全に心臓を打ち抜かれてるんですね。心臓のちょっと下でも、下かもしれない、まあ、心臓というのはちょっと外してるのかもしれない。でも心臓を打ち抜かれたとしても、歩いている、まずで歩いていって10人ぐらいでやっと動かせる村の門のところまで行って一人で押すんですよ。その時点でも死んでますよねその時点でもう絶対にアシタカは絶対にお亡くなりになってるはずなのですが、アシタカまだ生きてる、まあ、まだここまでは許しましょう、ここまでは許しましょう。2個目は、その後ですね、サンという女の子が暮らしている山犬の兄弟2匹いるんですけど、山犬が頭をですね噛んでですね、ぐる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 ってやるんですよもうその時点で頭蓋骨損傷の脳震盪を起こし、普通だったらもう生きてませんなんですが、それでも息をしてるアシタカ、もちろん意識はねもう遠のいてるんですけどね、もう大量出血してますからね、もう村の中で。まあまあまあまだ許しましょう。3つ目、その後サンという女の子がこの男は私が始末するということで、獅子神様っていう神様がいるんですけど、その獅子神様のお池がありまして、森の奥深くに、そのお池に行ってアシタカを弔うの
かな、お池の一番真ん中にちょっと島みたいなのがありまして、野原みたいなね、丘みたいなのがありまして、そこにアシタカをまあ備えるみたいな、まあ多分獅子神様の生贄みたいな感じで置くと思うんですけど、お池の中を傷口が開いた状態、ここ風穴開いた状態で水の中にドボンをして、そのままスーって、アニメなんで描写はないですけど、皆さんちっちゃい傷ここピッてした時さ、お風呂入れただけでさ、じわーってなりません？水の中にですね、傷口開いた状態入れると絶対に血が流れ出すんですね。もう大量出血ですね、この時点で。もうその時点で水をつけた瞬間にアウトなんですけど、アシタカがそれでも生きているっていう、もうアシタカ不死説っていうのが実はですね、あの掲げられたもののけ姫ということで、これは相当ツッコミ満載だなと思いました。映画館で見ながら、これ絶対もうこの3パターンでもう無理やろと。もうなんでこの時点でもう生きてるかがわからへんみたいな。どんだけたたり神の呪いすごいねみたいな感じなんですけど、まあアシタカ自体がまあ元々山育ちということで、でオサの次期当主となる少年だったっていう設定があるから強いっていう、一応そういう名目もあるかもしれませんが、ちょっとこれはやりすぎんじゃないか、少し面白かったんで今回考察させていただきました。おまけとしては、出会ったサンに対してすぐ口説くんですね。そなたは美しいって言ってすぐ口説くんですね。でもよく考えてくださいね、最初の冒頭でアシタカはあの村にいるカヤっていう女の子がいるんですけど、これをもらっていってください、持って行ってって言って、私だと思って持って行ってって言ってお守りをね渡すんですよ。でアシタカも言うんですよ、カヤのことを思ってるよって、ずっとカヤのことこれ思ってるからねって言うのに、サンにそのお守り渡すんですよ。まあ渡し方、山犬の兄弟にこれをサンに渡してくれっていうことで、本人に直接渡したわけじゃないんですけど、カヤがくれたお守りをすぐに渡すみたいな。憎めない男ですね、アシタカは。まあアシタカかっこいいからね、あのジブリの中でも結構、あ、かっこいい選手権には乗るんじゃないですか。アシタカは結構乗ると思います。あんまりジブリの中でそのかっこいいって言える男の子、次ハクぐらいじゃないですか。アシタカ、ハク、あと誰いる、あ、ハウルも、でもハウルちょっと下手れなんで。ハウルちょっと下手れなんですよね。はい、というわけで今日はあのちょっと激辛とは違ったハルマルというわけで、どうしてももののけ姫を見たということで、なんかちょっとした面白かったんでお話ししたかったんで動画に収めました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。おつはるまーす。またね。バイバイ。